今後のことを考えたら、株価が高騰したと喜んでいる場合じゃないんじゃないでしょうか。今回は、米国が中国の領事館閉鎖要求したのに、韓国のレアアース関連株がなぜ急騰？をお届けします。記事は中央日報日本語版からです。米国政府が、ヒューストンの中国総領事館閉鎖を中国に要求したというニュースは、22日午後に伝えられた。翌日、韓国証券市場では、取引開始直後に大騒ぎが起こった。特定銘柄の株価が急騰した。ユニオン、ユニオンマテリアル、ティープレックス、セノテック、ノバテックなどだ。共通点は、レアアース関連事業をしていることだった。レアアーステーマ株の株価が上がった理由は簡単だ。中国が、レアアースで米国に報復する可能性のためだ。レアアース需要が高まれば、これら企業が利益を得るだろうという期待だ。韓国がこれなら中国はどうだろうか。中国のドンウェイニュースによると、この日中国の証券市場では、精和資源などレアアース関連企業の株価が急騰した。総領事館閉鎖は、中国としても想像が難しかった攻撃だ。国内世論を鎮めるためにもじっとしていてはならない。中国が米国に使える報復カードを整理した。レアアース輸出禁止。効果。レアアースは先端産業のビタミンだ。電子製品と先端軍事装備に必ず使われる材質だ。中国は世界のレアアース生産量の約 70% を担っているという。サウスチャイナモーニングポストとウォールストリートジャーナルなどによると、米国は年間1万トン前後のレアアースを輸入している。このうち 80% ほどを中国から輸入している。中国は戦略的にレアアース産業を育成してきた。ウォールストリートジャーナルによると、米コンサルティング会社ホライゾンアドバイザリーは、このほど発表した報告書で、中国は数年にわたり補助金を通じてレアアース産業を育成し、これを地政学的武器として使う準備ができていると指摘した。その上で、中国はレアアースを米国との貿易紛争を含め西側に対し使用できるレバレッジと見ていると付け加えた。中国は2010年代以降、他国と摩擦を起きた時にレアアースを持ち出した。尖閣諸島、中国名、上漁島領有権紛争で2010年に日本へのレアアース輸出を禁止したのが代表的だ。米中貿易戦争が本格化すると、米国にも報復カードとしてレアアースを使うことを考えている。昨年、習近平国家主席が江西省のレアアース精製工場を訪問した後、国営メディアは米国に対するレアアース輸出中断の可能性を示唆したことがある。リスク。中国がレアアースというカードを中途半端に切ることはできないという分析も多い。2010年に日本は中国の輸出禁止措置に対し備蓄していたレアアースで耐え抜き、他地域のレアアース鉱山開発に積極的に乗り出した。結果的に中国のレアアースの独占的地位が揺らいだ。2010年に世界の 97% に達していた中国のレアアース生産は昨年 70% に落ちた。米国債売却。効果。中国は1兆ドル以上の莫大な米国債を持つ。日本に次いで世界2位だ。中国が米国債を退去売却すれば、米国債価格の暴落と金利上昇につながりかねない。リスク。中国としても米国債を退去売却すれば、ドル安を感受しなければならない。これは、世界市場で中国資産の価値が下落することを意味する。いずれにしても、世界市場はドルで決済するためだ。しかも、中国当局は、不良銀行救済や人民元価値防衛に向けドルが必要だ。米国に打撃を与えようとして、むしろ自国経済の足を引っ張ることになりかねない。中国内の米国企業追放。効果。
人民大学国際関係学院の金三栄副院長は、昨年、米中貿易戦争で中国が使える武器を3種類挙げた。レアアースの全面輸出禁止、米国債売却を最初と2番目に話した。最後に言及したのが米国企業追放だ。中国の安い労働力を利用したり、中国消費者の人気を得ている米国企業に知名度になるということだ。代表的企業としてアップルが挙げられる。アップルは iPhone など自社の主要製品の多くを中国で生産する。アップルとしても中国市場は逃すことはできないところだ。リスク。アップルのような企業が離れれば中国も打撃が大きい。まず、中国国内のアップル工場で働く中国人が退去失業状態となる。しかも、今回の騒動により、世界の主要企業は、中国に全面依存したグローバルサプライチェーン構造を変えようとしている。もし、アップルなど主要米国企業の追放を断行すれば、こうした傾向がさらに加速化する恐れがある。中国国内の米総領事館閉鎖。効果。それなりに、他に比べ、実現の可能性が大きいカードだ。名分もある。中国は、これまで、米国の各種攻撃に、やられた分だけ報復するという基調を明らかにしてきた。中国内の米国領事館閉鎖は、ヒューストン総領事館閉鎖に対する報復の性格で、この基調に合致する。中国は、24日に、これを実行に移した。中国外交部は、この日、在中米国大使館に、中国は、四川省成都駐在米国総領事館の設置と運営許可を撤回する。成都総領事館の全ての業務と活動を中止せよと通知した。ここで終わりではないかもしれない。23日に、環球時報が興味深い報道をした。23日に、ウェイボーで、中国のネットユーザーを対象にしたアンケート調査の結果だ。米国領事館閉鎖候補地としてどこがいいかというものだった。1位が香港総領事館だった。半分以上が香港を選択した。同日環球時報の顧釈信編集長は、ウェイボーに、米国は香港領事館に1000人余りの職員を置いている。その多くの職員は何をしているのか。当然情報収集センターだと主張した。大陸にある成都総領事館より、香港は米国にさらに痛いかもしれない。米国企業のアジア本社が大規模に布陣されているためだ。香港国家安全法実施に反発し、香港に対する特別地位を剥奪することにした米国に対する抗議の性格も込められる。リスク。香港の経済と金融が知名度を受ける他はない。香港という象徴性も大きい。むしろ、一国二制度が損なわれたと考える香港市民の不満に油を注ぎかねない。中国政府が最初の領事館閉鎖要求地域として、香港ではなく成都を選択したのには理由があるとみられる。以上が記事の内容でした。どう考えても、効果よりリスクの方がはるかに大きいように感じます。それにアメリカは、それらの報復ぐらいは予測して、最初の一手を打ってきているでしょう。確か、米国債売却は、米国の国際緊急事態経済権限法に基づき、米国債の無効化が可能じゃなかったでしたっけ。結局、この記事が言いたいことは、アメリカと中国の対立で、韓国証券市場のレアアース関連事業の株式が棚ぼたで高騰したというだけの記事ですね。今、韓国はそんなことでホルホルしている場合じゃないと思いますけどね。知らんけど。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければ評価をお願いします。最近動画の審査が厳しくなり、通らない動画が多くなってきました。もしもの時のために、サブチャンネルともどもチャンネル登録、よろしくお願いします。チャンネルの登録をしていただけると、今後の質向上と、チャンネル運営の励みになります。
それではまた。